これは。尻尾がありませんね。伝承は真実だったということか。死んでいるのか。コールドスリープ状態なら、あるいは生きているかと思ったんだけど、生命反応はないようね。ミリ、どうした？この女の子だけ、フェザーフォルクみたい。ほら、翼があるもの。エリス！え？エリス、どうしてこんな姿に。ああ、こんな氷の中に閉じ込められて。今、僕が助けてやるからだ。待て、ヨシアならわかるはずだ。この体に生命反応はない。氷から出したとしても生き返るわけじゃないぞ。そんなことは分かっています。それでも妹、エリスをこのままになんてしておきません。ロニキスさんの言う通りです。このまま静かに寝かせてあげてください。それでヨシアさんの気が済むなら俺も手伝うよ。やめてください。どうかお願いです。貴様、僕は妹を助けるために今まで生きてきたんだ。こんな状態のまま妹、エリスを放っておけというのか。ふざけるな。僕は何を犠牲にしてでも妹を助け出す。私がエリスだからです、兄さん。私はシンクの盾に連れ去られた後、仲間の紋章使いに洗脳されて暗殺者として育てられました。少し前まで奴らの命令に従って罪もない人々を殺してきたんです。とある高名な紋章術師の暗殺に失敗して重傷を負った私は、奴らに見捨てられて死を待つだけの状態でした。その時、それまで封じられていた記憶が蘇ったのです。私は罪の意識と苦痛にもだえ苦しみました。必ずシンクの盾に復讐すると心に誓ったのです。死の淵から救ってくれたのは、私が暗殺しようとした紋章術師でした。傷が癒えた私は一つの問題に突き当たりました。フェザーフォルクの姿では暗殺者として拘束される危険性があったのです。確かに暗殺現場ではフェザーフォルクの少女が目撃されていたわ。助けてくれた紋章術師は私に一つの知恵を授けてくれました。旧異種族の遺跡で人格を別の体に移す秘宝があると。それがこの装置なのか。そう、私はここで元の体を捨てて旧異種族の体に移ったんです。エリス。でも私は知ってしまいました。シンクの盾もまた犠牲者なのだと。映し見の鏡という秘宝のせいで正気を失っているだけなのだと。シンクの盾も元は人々を守るために戦う高潔な男じゃった。
兄さん、私は決心しました。私は元の姿に戻って、これまで犯した罪を償っていきます。復讐を逃げ道にしてはいけないんですよね。そうです、エリス。過去を切り捨てては、未来へ歩き出せません。お帰り、エリス。ただいま、兄さん。エリス、あなたの罪は僕も一緒に償います。たった一人で背負うことなんてありません。ありがとう。よかったですね、ヨシアさん。エリスさんも、本当によかった。ミリー、あのね、これからは敬語じゃなくて気軽に話してほしいの。もっとお友達みたいにしてほしいなって。うん、じゃあ改めてよろしくね、エリス。ええ。さて、我々の目標はまだ達成されていないぞ。さあ、行こう。